おや、転校生くん、眠れないのかい？ちゃんと寝ておいた方がいい。明日はあそこの魔物の心臓のところまで行くんだ。疲れるなんてものじゃないよ。最終決戦で寝不足だなんて、閉まらないだろ。って、偉そうなことを言ってる僕も、目が冴えてしまったんだけどね。なかなか寝つけないよ。いろんな意味で、大スクープだもの。赤く光る魔物の心臓部。あれを見たのは僕たちが初めてだ。そして作戦が成功すれば、僕たちは世界を救った英雄だ。何より、作戦が成功すれば、魔物のいない世界が来る。これはもう、一生お目にかかれない大事件だよ。正直に言うと、僕は興奮している。世紀のスクープを得るまで、死んでしまいたくない。生きて帰って、絶対に世に発表するんだ。裏世界にいる僕たちにも伝えてやりたい。ついに真実にたどり着いたんだと。そうでも考えないと、プレッシャーで押しつぶされそうなんだ。僕らの肩に、全人類の希望が乗っかっているんだよ。とても怖いさ。興奮してるけど、同時にものすごく怯えてもいる。今すぐ逃げ出したいほどにね。チャンスとピンチは紙一重って言うだろ。成功すれば救世主だけど、失敗したらその資格を失ってしまう。僕はまだいいよ。まだ冷静に状況を把握できていると思う。まだ何に怖がっているかしっかり理解できている。でも多くの生徒は漠然とした不安に襲われているだろう。魔物の本体を倒せるだろうか。途中で死んでしまわないだろうか。どこまで行っても安心できない不安さ。何も保証がないんだ。だから明日の朝にでも一言ずつ声をかけてあげるといい。君と話すだけでみんなかなり安心できると思うよ。冗談？まさかここに来て冗談なんか言うもんか。茶化してもいないし、適当なことを言ってるつもりもない。今まさに君と話していてリラックスできたからだよ。おかげでぐっすり寝られそうだ。本当だって、本当。冗談を言うほど余裕はなくてね。今話してることは、全部事実さ。興奮してるのも、怯えてるのも。君のおかげで少し落ち着いたのも、包み隠さない、僕のすべてだ。君には結局、何もかも知られてしまった。恥ずかしいよ。でも、そんな男と最終決戦に臨むのも、悪くない。あ、よろしく。